中川先生の優しいビジネス研究前回私はナッジなんて基本やるべきではないんですよなんて話をしたわけなんですけどももし皆さんがどうしても人々の生活を良い方向に改善したいと願ってナッジを仕掛けるなら大切なことは今あなたにナッジが仕掛けられてるんですよっていうネタバレこそが重要だその点を解説したいと思います。 まず前回までどういう話をしてきたか確認しておこうと思うんですけどもナッジというのはそうと気づかぬうちに行われる 全量行動の促しですね。はたまた悪い行動をさせなくするのもナッジなわけなんですけれども、それってどういう思想的問題をはらんでるかといえば、いろんな人がいろんなナッジを、それこそ気づかぬうちに仕掛けているうちに、私たちの自由意志はどれくらい残っているのかということ、はたまた自由意志が残っていないロボットのような状態で全量な行動だけしたとしても、それは単に政府だとかいろんな人に操作されてる だけになっちゃうじゃないですかそれって本当にいい社会と言えるんですかこういう思想的な問題があるのだということを説明しましたこの問題をどうやって考えればいいのかなんですけれども 実はあまり知られていないんですがこのナッジの概念を世界的に普及させたノーベル経済学者リチャードセーラーさんがそもそもその主著であるこのナッジという本の中でナッジは基本仕掛けるべきではなくってそしてもしナッジを仕掛けたいんならこうしなさいということを書いてくださっているんですねそれが何なのかというと選択のアーキテクチャというものを作りましょうという話なんですこのナッジ概念を普及 させたセーラーラ先生はですねやっぱこう賢い方でいらっしゃいますからこのナチををぐる思想的人権的問題に気がついていらしたわけなんですねじゃあどうやればいいのか選択のアーキテクチャを作ることなんだと言われても選択のアーキテクチャってなんやねんと思うと思いますので選択のアーキテクチャ解説しましょう。 中川先生のやさしいビジネススクール YouTube メンバーシップが始まりますこちらがやさび YouTube 会員の特典になるんですけれども是非概要欄の方もチェックしてみてくださいここから先も魅力的な先生が目白押しですこれだけ揃って月額3,590円是非皆さんやさしいビジネススクール YouTube 会員で一緒に勉強していきましょう選択のアーキテクチャというのは人の頭の中に作られるものでその人の頭の中に 物事についてどういう選択肢がありそれぞれの選択肢の結果どういうことが起こるのかこの構造のことを選択のアーキテクチャーと言いいそしてナッジですとか行動経済学の正しい使い方というのはその人の頭の中に選択のアーキテクチャーの構造をより良い形で持ってもらうというのが行動経済学ナッジのやるべきことだというわけなんですね。 従来この喫煙をしていた人に喫煙をし続けているとどういうことが起こり喫煙をやめるとどういうことが起こるのかこの喫煙者の頭の中には正しい選択のアーキテクチャが出来上がっていないのが問題なのであってもしあなたが禁煙をするならこのあとどういうふうになるのかそのことについて頭の中にちゃんと整理をしてもらって喫煙を続ける禁煙をするそれぞれの選択肢が何をもたらすのか 選択のアーキテクチャを整備するこれがナッチのやるべきことだと言うんです決して気づかないうちに人を行動に科学にはめてうまいこと操作をしてしまおうということではないんだということなんですだとすればです私が冒頭に言った意味分かったんじゃないかと思います気づかぬうちにこっそりはまっている仕掛けというのは実は正しいナッチのあり方ではないんです そうではなくて正しいナッジのあり方というのはネタがバレバレであって今私はナッジにはめられている結果として私の思考の中には選択のアーキテクチャが以前と違う形で更新された。 ああくまで主体的なな判断の余地を残してあげることなんですねいつの間にかそっちに向かっているのではなくて能動的な意思を持って主体的な意思を持ってよしこっちに行こうと判断させてそちらに動かさせているこれが大切なんです。 まあそれってどういうことなのか2つほどちょっと例を紹介したと思いますけども典型的なネタバレナッチこんな感じなんですねタバコを吸うとその腹流炎が子供に大変な害になりますよということをご覧の通りデカデカと貼ってあげることなんですねこれって要するにナッチされてるのバレバレなんですよタバコを吸うとまあ吸うとすごく幸せな気分になるよねと口寂しさが紛れていいよねストレスも緩和されるよね 一方でこの部分は喫煙者の方はしっかり理解しているわけで足りていないのはもし禁煙をするとどういうことが起こるのかはたまた喫煙を続けるとどういうことが起こるのかそこについて正しく選択のアーキテクチャを持っていただく必要があるわけです、まあ、なのでこの喫煙をする時というのは子供が周りにいないかあなたのご家庭にか子供がいないかこれをチェックすべきですよとなぜならばこの副流煙というのは子供たちに対して大変な害になるんです。 この部分の選択のアーキテクチャを整えてあげることでそうか子供に悪いのであれば家庭でするのは良くないのであればちょっと家庭の中ではタバコを吸うのはやめておこうかという形で行動が改善される選択のアーキテクチャが改良され主体的な判断意思として家の中では子供がいる場ではタバコを吸うのをやめようになったとするなら大変良き介入だったというふうに考えるわけです。 ネタがバレてるぐらいいいでちょうどいい上手にはめなんてしなくていいんですはたまたこれなんかもそう階段に上るとどれくらいカロリーを消費したのかとかもう階段にメッセージとしてどれくらいこれで健康になるんでしょうかということもうメッセージダダ漏れで書いてあるわけなんです最近体を使ってないんじゃないの体使いましょうということで階段にメッセージを書く、まあ、こちら無譜女の名前で呼ばれる向川女子大学さんの「 そのキャンパス内の階段にこのように書かれているわけなんですけどももう階段使ってほしいんだよねというこのの設計者の意ババレバレななわけなんですねでその上でハマってやるかなと思って主体的な意思決定を下して登ったとするならばちゃんとその人の自由意思は残されているということになるわけなんです。 そんなわけけででお分かか。りいたただけましたでしょうかナッジというとややもすると皆さんバレないように気がつかれないうちにこっそり人の行動を変えること行動計済学ってどうしてもそういうものかなって思ってしまいがちなんですけどもこの点の理解を正していただきたいというのがこのシリーズの最終的なメッセージ。 皆さんが職場の方々従業員の皆さんにこういう行動してほしいとかお客様に社会の皆さんにこういうふうに行動してほしいと願うのであればババレバレこそが正解なんですネタがバレているからこそ相手は自由意志で自分の判断でその仕掛けにはまるのかそれともはまらないのか選択肢が残されているということになるわけなんです。別の表現を使うならば ネタのバレない巧妙なナッチは人を信じていないなななナッチなわけなんですね人の心は弱い放っておいては悪いことをしてしまうだから気がつかれないうちにこっそり介入するこれがバレないナッチもし皆さんが人の意思の力というものを信じるのであればその人に判断をしてもらうためのナッチすなわちネタバレナッチが大切になってくるんです。